どうしたら。ボルト、お前の人道は何だ。人道、考えたことなかった。古くせえし、気持ちの問題だと思ってたしな。そうか、確かに古臭いかもしれないが、今回の戦いで、そしてこれから幾度となく訪れる戦いの中で、お前を突き動かすものだ。え、なんかよくわかんねえよ。その時が来たらわかる。お前がやるんだ、ボルト。俺ができると言っている。その言葉を信じろ。俺がやる。ビビってる場合じゃねえ。サスケさんを、俺を信じてくれた師匠を信じるんだ。今だ、ボルト。やるしかねえってばさ。螺旋丸、あいついつの間に。行けー。隠れておれば良いものを。なんだ、届かないのか。こいつはお笑いだ。よもや届きもせんとはな。まあ安心しろ。貴様ら全員行くところは同じだ。影縛りが解けた。父ちゃん、ボルト、お前いつの間に。螺旋丸を習得してくれば弟子入りを認める。俺がそう言った。そしてわずか数日でこいつはそれをものにした。得意な雷遁を取り入れ、無意識にチャクラの性質を変化させた真術、消える螺旋丸としてな。へえ、消える螺旋丸だって。そんな術を俺が。サスケさん。生意気な野郎だ。